半分私、半分あなたね。半分私、半分あなた。イエスイエスイエス。ノンノンノン。ノエノンと。テンション上げ上げ。こんにちは。ハノモノで。イエ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 イ。最近メイク動画ね、ノエノン番組やってないなと思います。今日はメイク動画をお届けするんですけれども、ハノモノさん中学生になってから、はい、がっつりメイクするようになったじゃないですか。はい、もうアイメイクともがっつり。ね。でもノエノンは、中学生の時はがっつりメイクはしてなかった。中3の終わり頃から、がっつりメイクするようになった。ほんと早いよね。今の時代、小学生でもさ、メイクしてるじゃん。時代の変化というものをすごく感じるんですけれども、今回はですね、ノエノンのメイクとほのぼのメイクって、もう全然違うんだよね。全くもって違うよ。そうなんです。ノエノンは化粧を初めてやった日から、毎日メイクは変わってないんですよ。まあ、ちょこっと変わったりしたんですけれども、今は初期のメイクと全く同じメイクしてるんですけれども、私、外人さんメイクが大好きなんで、彫りが深く見えるメイクをよくするんですよ。二重のところとかも、めちゃめちゃ茶色にして。二重ないから。いやいやいや、そうですね、最近ね、化粧もハマってるんだけれども、アイプチもハマってて、二重にしてるんですよ。そうなんですよ。今日もそれしてもらおうかな、最後に。うん。どういうのにやってもらった方がいい？あ、ほんと？人にやってもらった方が結構、アイプチってうまくいくの。そうなんだ。うちはね、で私はほんとめちゃめちゃブラウンメイクなんだけれども、ほのぼのはなんだろう、赤使ったり、そうめちゃめちゃ赤い感じのオレンジも使ったことあるし、そうそう、なんだろう、ブラウンも挑戦したりして、自分のね目に合うメイクを今探してて、ちょうど今これが今の髪型にも合ってるし、顔にも合ってるんじゃないかなっていう。そうそう、最近この人髪の毛を切ったからメイクも少し変わってきてるよね。うん、てか今も赤系メイクだよね、割と今の方が結構そっち系のメイクだよね。なんで今回は半分ノエノンががっつり私の毎日メイクをしてあげて、ブラウンメイクにして、アイメイクだけ。そう、ファンデーションとかはこの人必要ないので。でもうちワントーンアップするいい肌の日焼け止めとミスフリーだけ上にのせて、もう乗ってるんだ。これは油分が目にあると美容系 YouTuber だな、あんた。目に油分があるとアイシャドウがポロポロ取れちゃうから、はい、だからそれだけはいつもしてます。ということでですね、今回は半分がっつりノエノンが毎日やっているメイクをのせてあげて、半分このものがいつもやっているメイクを乗せて、半顔メイク、まあ、一時期流行ったじゃないですか。半顔メイクっていうのはさ、片方が半顔メイクっていうのは片方がメイクしてて、片方はすっぴんだからこう差が見えますよっていうので面白かったけれども、今回はがっつりこうノエノンとほのぼのにほのぼのの顔をしていきたいと思います。なおかつ最近ね、ほのぼの TikTok でノエノンに似てきたっていうコメントめっちゃあるの。本当多いの。めちゃめちゃ多いよ。何か似てるの。似てない、全然似てない。メイクも似てないし。そうなの。あ、でも、もしかしたらメイクをだから似せたら、本当にこっちだけノエノンになって、こっちがほのぼのになるんじゃない？ならないか。今回はほのぼのがこっちやって、ノエノンがこっちで、ほのぼのの顔を使うんですけども、まあ、今度ね、ほのぼのが好評でしたら、ノエノンの顔でもやります。チャンネル登録してお待ちくださいませ。ベルマークも押してなくてください。はい、じゃあ、2人の化粧道具出しますか。そもそも今日ちょっと化粧紹介も入るから、ぜひよければね、ノエノンのメイク知りたい方は最後まで見ててください。ほのぼのはこれに入れてるんだ。そう、持ってくのは大体口紅とアイシャドウ。アイシャドウ持ってくの？持ってく。あとアイラインとか、ブルーラインとかは持ってって。マジ？そう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 、うち口紅しか持ってこない。口紅とコンシーラーだけで。ノエノンはこれに収めてるんですけど、ほのぼのは箱に収めてるみたいです。そう、これをね、机の棚に置いてます。それではほのぼののメイクで近くで見ていただきたいので、カメラチェンジ。ではどうします。本当いっぺんにやってもいいんだけれども、化粧の紹介もしながらやりたいので、まずは何塗るんですか、ほのぼのさん。一見ノーズシャドウさせて。はぁ、あんたノーズとかいらんでしょ。私さ、本当鼻が低いの。横側綺麗な人ってさ、やっぱ縦側も綺麗。縦側じゃない、縦側って正面の顔もめちゃめちゃ綺麗じゃん。私本当に鼻が潰れてるから見て、すごくない？なんでこうなっちゃったの。本当に鼻が。セガンヌです。セガンヌところはすごくいいんです。これ涙袋にも使ってます。で、マッキーのマッキーじゃないでしょ。え、手で塗ってるんだ。なんか店員さん言ってたじゃん、油分がついちゃうからブラシでやんな。手の方がいっぱい塗るんですよ。わかる。私アイシャドウとかも最近手で塗っちゃってるもん。ここからね、ノエノンの手に。タチじゃないから、私一人しかいないから。ノエノンにメイクしてもらいます。じゃあ私が先にメイクしちゃうね。うん。うわ、楽しみだな。私結構でもナチュラルではないけれども、王道メイクではあると思うの。うん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 。私なんでアイシャドウ茶色にしてる。あ、マミコかな。マミコがアイシャドウ茶色にしてるからかな。二重似合う。まあそう、それもそうなんだけれども、目ってさ大きく見せようと思ったら、私は茶色だと思ってるのね。何を思ってんだよ。なんでまあほのぼのさんね、結構こう二重とかにして目の多分大きさ欲しいと思うんですよ。なんで今日はがっつり可愛くしたいと思います。あ、これ使いますか。大丈夫です。化粧水です。初チップ。これこの前ね、ダイソーでユアグラム買ったんですけれども、先っぽがさスポンジかと思いきやシリコンなの。これはさ、ちゃんとつくのかちょっと不安なんだけど、今日ちょっとこれ使ってみます。あともう一つブラシも。手でやっていい？あ、自分のは手でやっていい。私がやってあげるのは、どうしようかな、どうしようかなじゃねえんだわ。
まずノエノン、こちらキットカットの一番薄い色をアイホールも全体にやっていきます。目の下もやるし、目の上もやります。いきます。特殊にいつもと違う色だね。フォーチュン使ってる。マックはさっきまで使ってたんだけど、フォーチュン入ってなかったから。こっちやっちゃダメだよ。もちろん基本的にやっぱりファンデーションとかは同じの使ってるから、どっちにしろね。同じの使ってないよ。同じのじゃないけど、みんな同じようなのだしさ、肌に合うとか合わないとかがあるからさ、一番変わるのはアイメイクなんだよ。だからアイメイクってほんと楽しいの分かる？分かってくれた。上向いて。前までは私も涙袋ボリボリに描いてたんですけれども、クマみたいに見えるって、まあ今でもそうなんだけど、クマみたいに見えるってことが多かったので、涙袋を線を描かないで。そういうことじゃないんだよね。ノエノンは下にこれを入れるからクマみたいに見えるだけ。でも線描いてもクマに見えてたし、なんか私線描くの苦手だったから。私上手。アイシャドウを下にするようにしました。発色がそこまでバッてないから、何回つけてもこう失敗しないような色なんですね。ご視聴さんが書いてあるものなんですけれども、エチュードハウスって書いてあるの、多分エチュードハウスに似た色があると思うんですけれども、めっちゃいい匂いするんですよ、キットカットの。まずまあそんな感じで色塗ったら、次にボロボロで見せづらいんですけれども、ニックスのこれもう何年使ってるか、もう後ろ見てくれれば分かると思うんだけど、アイチゴついちゃってる。アイチゴついちゃってるぐらい本当に使ってて、私これすごいお気に入りでずっと使ってるんだけど、この前ね、そろそろなくなりそうだからニックスに行ったんだけれども、これはもう一つずつで売ってないの、販売しなくなっちゃったみたいで。こうやっていろんな色があったの、この形で。今はパレット買ってくださいみたいな。あの茶色しか使ってないアイメイク。そう、このシザンヌのやつめっちゃいいよ。これ普通にアイシャドウだし、マットだから全然ラメラメでもないから。これあのシャドウだからさ、ラメ入ってておかしい。ラメ入ってるのもすごく良かったの、あのピカシュ、こちらのピカシュめちゃめちゃ好きで、私今でもこれ使ってるんですけれども、これすごく発色が良すぎて失敗はしないんだけれども、目の上に塗ることは少ないかもしれない。でもこれの白を最近はノードシャドウとして使ってます。これの白がハイライトじゃなくて、間違えた、ハイライト。この色をやるとめっちゃ鼻高く見える。これさ、クリスマスコフレだったんだよね確か。うん、くれたんだよね。そう、いただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。違う色も持ってるよ。そうそう、今年のクリスマスコフレ皆さんどこ買いますか？ぜひよければコメント欄書いてください。あのカウントダウンしてさ、一つずつ開けていくやつ、 あれ欲しいんだよね。イブサンローランとか多分それだよね。ディオールとかもそうだし、ディオールもそうだし、シャネル。あ、シャネルいいよね。私今マスカラシャネル使ってる。まあ後で紹介します。続いてですね、こちらのニックス、この上の二重まぶたのところに塗っていきます。アイプチって持ってる？私が愛用してるアイプチ、後でこれも紹介します。目つぶってごらん。え、これ全然乗んなくない？全然乗んない、取れちゃってる。しかもブラシでやってみます。え、全然つかない。ごめんね、汚いんだけど、このチップが一番いい。チップしか勝たん。あ、上手、それありがたい。なんかあんた全然乗んないんだけど、ここで乗ってんのか。あ、手しか勝たん。ほっけー、めっちゃさ、かっこいいんだけど。眉毛やるじゃん。眉毛も私やってあげる。いや、やんなくていい。やるやるやる。私眉毛もともとすごく濃いんですけど、うん、中学生になってからなんか眉毛薄くなったような気がしちゃう。なんでだよ。しかも中学でさ、眉毛整えたら怒られちゃうからさ、謎なんだよあれさ、何整えたら怒るのって。半分のようになってきてます。続いてアイライン引きます。メイベリン、メイベリンを使ってます。あ、全然違う、いつもうちのライラインと。ライライン、私は結構ナチュラルにしたいんで、アイラインを引いた方がもちろん目が大きくなるからアイライン引いてるんだけれども、アイラインをちょっとこうぼかしたいんで、アイラインの上からアイシャドウを塗ってあげるとすごく馴染むのよ。はい、目つぶってみて。わかんないかもしれないけど、私端しか引いてない、内側は引きません。あ、それはうちも一緒。あの、落とすのめんどいし、落とすのめんどいっていうか、なんかうち内側まで引いちゃうと目が奥二重に見えちゃうから引いてない。待って、今のタイミングでつけるの？最後だよ、一番最後だよね多分。アイシャドウが終わったら全部。マスカラは？マスカラはそれの後にあのグイッと入れて一緒にこう二重にして。え、でも一番最後がいいから。まあ好きな感じで。続いてビューラーでまつげ上げてもらいます。おお。マジで？上がってるそれ？上がってないよ。痛い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 。上がった？上がった。めっちゃ上がってる。あ、でも上がってるよ。いつもそれでなんか目がえぐれそうだなと思ってやって。なんかほのぼのってまつげすごい長いから、繊維だけでもいい気がするんだけど、繊維だけの方がいいかもしれない。だよね。あのね、もうなんか毛ばくてね。え、もう私結構毛ばいんだよね。私がっつりあのシャネルのこれをしてるんです。これでも、これは繊維入ってないから逆にこっちの方がいいかもしれない。
初めてする黒マスカラ。モモちゃんは本当に目うーっと開けちゃうから、そしたら上についちゃうから何もしないで、こっち向いてくるなんてできるわけないでしょうよ。ごめんなさい、兄弟喧嘩始まります。信じることを決めた日から、そろそろ合唱コンあるみたいで、何を目指しているのか、あれの指揮者もすごくいいね、わからなくなり立ち止まる、普通にしてごらん、まあ、全然わかんない、静かにして、うるさい、うるさい、もう全然使わない、はい、ねえ、下ついた、ほらほらねえねえ、静かにして。次、眉毛、眉毛も描くらしいですよ。ノエノのメイクだからごめんね、描くって言っても私も最近ね、眉毛をねちょんちょんとしただけ。眉毛はこちらのユアグラムを使ってます。もう普通にして平行にちょっと見えるだけでいいんだ。すごい痒い、変化なし。直で見たらめっちゃ変化あるんだけど、どうしよう、なんか下のマスカラやりたいんだけど、この人なんかドグドグドグ動くから、下のマスカラ黒でやったら多分ついていつも下のマスカラ黒で、マジで、じゃあ自分でやらせて、下マスカラするだけでほんと目大きくなった、私ほんと変わったもん。ダメダメ、触んない触んない。じゃあアイプチやってあげる。アイプチはこちらの、私は使ってないですよ、 AB。 あんまさ、ほら下ついちゃってるよ、はい、こんぐらい出た、大きくしたら、はい、こんぐらい、整形外科のやつ、こんぐらい。私こうやって寝る前にいつも塗って半目開きながら寝てるんですけれども、乾かすときはいつも扇風機の前でこうやってやってます。まだだね、まだだよ、出た、あー笑っちゃってる、ダメダメ、うん、そうそうそう、笑ったらね食い込んじゃうんで気をつけてください。ダメダメ、あーダメ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 、ホロちゃんホロちゃん、はい、くっついてる、目を最悪、歯開けて笑っちゃダメだよ、歯開けて、ブルブル二人が自然だよ、ほら大きくなった、俺いつもこんなちっちゃくの、二人しね、もっとでかくしたら、ほらだって二人になってないもん、それ、そうなんです、静かにして、ノリが足りなかった、はい、いいよ、出て、意味ないわ、戻っちゃってる、あのテープじゃないと多分そっちできなくない、いやそこ手添えないで、はい、じゃあノエノンのメイクは完成です、お疲れ様でした。じゃあほのぼのメイクお願いします。ちょっと洗濯機持ってくるな、洗濯機入ります。ノエノン半顔メイク完成、ノエノンでーす、私ないなんて言いな、唇もさ半分やりたいからさ、後ででいい、いや、うん、ダメ、だってこうやってやってる時にくっついてるから、あ、オッケー、それではほのぼのの半顔メイクスタート。まずこちらメディアのです、あ、金棒ね、はいはい、うち金棒のさ、髪の毛溶かすやつ使ったらめちゃくちゃ良かった。そしたらセダンヌの明るい色と明るくない色を混ぜます。ほー、なんでそりゃ、これは本当はシェーディングなんですけど、めちゃくちゃいいんで、あ、今こうやって混ぜてました、発色いいね、セダンヌしか勝たない。ちなみにノエノンが使っているファンデーションはこちらミシャの大人のやつ23番、からこちらシピシピのドレッドアイシャドウです、クレナちゃんがねプロデュースしたやつ、私は黒目のこのところまで茶色を塗ります、これです。皆さんコスメプロデュースされてますよね、そしたら次ここの色を塗ります。いいね、私もコスメプロデュースしたい、将来コスメ作りたいとかない、聞いてんのかよ。次こちらセザンヌのチークをアイシャドウにします、チークもついでにしちゃいます。キットカットがめちゃめちゃ良くって、これ似たねアイシャドウ探してて、そしたらホロホロがバレンタインにくれたエチュードハウスのこちらの、これもねチョコの匂いしないんですけど、ハーシープレイカラー、お菓子のメーカーとコラボしたやつも同じような色だったので、似ている色をゲットできてよかったなと思います。なんで多分エチュードハウスとチョコレート系のコラボは同じような色が出ると思うので、多分てかすごいナチュラルになるの、このチョコレートカラーたち、はい、めっちゃおすすめです。今はチップでここの一番ラメラメのところを使ってます。これもあるよ、2つともやらないと言ってもダメだと思う、ノリもやってテープもやるってこと、そういう人間だと思う。
テープが剥がれないように指で貼るみたいな、うん、そしたら次にノエノはシュウムロ、私は資生堂です、うん、前髪巻きたい、これの巻いてみたい、うん、いきます。アイラインは何使ってるんですか。え、なにそれ、なにこれ、ケイトのそういう二重ラインでも描けるし、切開ラインも描ける。切開ラインって何、こことえ、それ描いてみたい、使ってもいい、うん、韓国の子のインスタ見てたら切開ラインバリ綺麗に描いてて、え、いいなと思ったの。切開ラインしてんの、ここって聞いたら分かった。違う、こうちょんちょんと描くのやっといていい、ごめん、ちょっとほぼ何かしてるとこにやるわ。え、内側に引いてみたら分かる、ほらここにあんまよろしくないんでやめます。で、この上からダセムのやつなんですけど、これを塗るだけでね、本当にすごくなるんです。涙袋に塗るやつです。へぇ、何これ。あの CDC とかそっち系のが欲しかったんだけど、うん、新大久保行った時にこれに出会って使ってみたらすごいよくって。私も使ってみていい、うん、こんな感じで。私前はね、涙袋見て、見てめっちゃすごい、うわ、ほんとだ、あんただ、すごいでしょ、あんただ。私もこれに似たようなのを下に塗ってたんだけど、あまりにも似合わない。あ、でもこれ早くそれでなりませんね、小指じゃないの、ババアだからね、私わかんないわけでしょ。わかる、こっちがラメつけた、あ、違うね、なんかちょっとなんかこうなってる感じ、ちょっとどいてくんない、うん、邪魔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 、こっちが良かった。こっち側ね、アイラインいつもすいませんねー、いらっしゃいませー。セザンヌのアイラインを使ってます、この方。アイラインも上手くなったと思わない、すっごい長いアイライン。これさ、買ったの。買った。こちらセザンヌのアイラインを使ってるみたいです。アイラインはこんな感じで垂れ目のちょっと横目です。全然違う、ノエノとは全然違います。はい、つけ足し入ります。決まるところにたくさん塗ってあげるといいね。ホノホノはさ、兄弟からも関わらずさ、ちゃんとさ、メイクが違ったからさ、今回面白い動画になったよね。あんたがさ、私も茶色系でとか言ったらさ、全然つまんない動画だったけどさ、あんたちゃんと赤い系のさ、面白いさ、メイクだった。全然好きな系と違う。ほんとそうなの。私の好きな系とあんたの好きな系と、ほんと合わない。それ何塗ってんの？ダイソーのクリアマスカラ。キープベースを塗ります。セザンヌのキープマスカラを使ってるみたいです。やっぱ下まつげ塗るよね。逆じゃない？あ、そうですね。えら。なになに？うちさ、目元のここが赤いからさ、赤く見えちゃう。半顔のえの、半顔ほのぼの、半顔のえの。んほなほな、お、マジ似てるわ、うちに。でも目の形って全然違うんだよね。ちょっとさ、半分さ、表させて、私を。似てな。はい、ということで、ほのぼのさんに、半顔のえの半顔ほのぼのメイクをしていただきました。透明感見たら違和感ないよね。全然違和感ないけど、私、マスカラを、がっつりマスカラ、濃い色を使ってるからか、はっきりしてる、私の。うちのも使ってる。いや、上のまつげもやった？ブラックだろ。あ、そうなんだ。バサバサ感違うね、やっぱり。じゃ、バサバサにしてないよ。あ、したくないんだ。ナチュラルがいいんだ。なんか一本ずつこれ出てる。あ、そうなんだ。ということで、遠くから見たらわからないんですけど、まあ、近くに行ったら、こんな感じで全然違うよっていう感じのメイクでした。あ、口紅。一番重要だよ。半分だ。むずいね、半分だけやるって。あ、食べやすかね。うん。半分塗りました。面白い。一応このね、マイメロディーを使って。マイメロが大きいんだよ。マイメロディーナショナルだね、めっちゃ全然わかんないわ。もっとさ、わかりやすいようにしてもいい？境目だけめっちゃわかりやすくしたいの。これわかりやすくなった。前向いてもらう。めっちゃわかりやすいでしょ。ということで、ノエノのメイクとホノボのメイクどちらが好きでしたか、ぜひよければコメント欄に書いてください。今度アップするノエノの半顔メイク楽しみだと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。私の前髪硬いんです。私も前髪固めてるんです。すごくない？私はノエノメイクの方が好きだよってヒートをグッドボタン、チャンネル登録お願いします。うちはやっぱ自分のメイクだ。ほのぼのさんはどうですか、ノエノさんにメイクされていい勉強になりましたか？顔が答えてますので、この顔で判断してください、皆さん。それではまた次回のノエノ番組でお会いしましょう。キャバイバイバイちゃん。